赤木俊正は北海道放送のアナウンサー。北海道函館市出身。北海道大学水産学部卒業。本社アナウンス部に配属後、1982年8月に釧路放送局に移動して、数々のローカル番組を担当し、1986年8月に本社アナウンス部へ移動となり、その直後に、 ナイターオフシーズン期の1986年10月から1987年3月まで放送されたラジオのリクエスト番組赤木と正ま酔いの口ワイドを担当し好評を得たことから1987年4月から1988年3月までの1年間にわたってベスト10北海道のパーソナリティを担当以後主にラジオを中心に活躍している テレビではナレーションを担当することが多く顔を出して番組に出演するケースが非常に少なかったそのため本人もたまにテレビ出演があると思えばテレビの番組というのはいつ以来だろうと考えてしまうぐらい久しぶりですとウェブ上でコメントしてしまうほど HBC のアナウンス部長を務めていたが2012年6月28日付で 社長室広報部長健康プライアンス室経営管理部長に異動となった。なお、アナウンサー時代に収録していた日曜深夜のラジオ放送におけるクロージングアナウンスの音源や一部のラジオ CM は人事異動後も流れていた。2017年10月頃にアナウンス部に復帰しアナウンサー業へ復帰。釧路放送局本社アナウンス部2006年12月1日。 久しぶりのテレビ番組から HBC アナウンサー日記2012年5月25日付北海道新聞によりありがとうございます。